now. このいろんな部分で物質的に恵まれた時代において何をやりたいかって、俺は FMW においてただ一つだったんです。今日一生懸命生きることによって、今日一生懸命生きることによって、今日一生懸命生きることによって明日を見たかったんです。俺はそれに、俺についてきた人間に対してどん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 明日を見せなきゃいけなかった。何度もありましたよ、もうやめようかなって、もう疲れた、倒れたいって。誰でもいいものを着てかっこよく生きたいと思う。女の子であればおしゃれもしたいと思う。だけどそういう女の子でさえ泥だらけになってリング担いで作ったり壊したり、そういう子たち見て生まれて初めて可愛いと思えるようになったんですよ。したらやめられないじゃないですか。Come on, come on, come on, come on.
の野郎。行きましょう。ちょっとどいて、ちょっと。すいません。ちょっとどいて、ちょっとこ。前開けてください。前開けて。すいません。前開けてください。前開けてください。前開けてください。本日のイベントは、
ゲガコンゲガ5ミニッツ5ミニッツパス。10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 5. Tiger!
救急車。ごぞう。頼むから頼むから、ごぞう。救急車だけは危ない。我々は自分の知らない病院行く。おじゃ、車を待て、車。はい、まだまだ足りんのじゃ。こんなもんじゃ、ごぞうよ。3万人で乗ってきとったら、ごぞう。ほんままだ負けぞ。みんなある部分で外の世界から FMW の会場に来た時、自由になるんですよ。解き放されるんです。全部行われてる現実を自分の五感の中で感じてストレートに返す。帰った時に、帰る道のりとかで、その男の子たちが多分話すと思います。その男の子たちから聞きたいのは、あ、すごかったな、あ、面白かったな、この二言でいいじゃないですか。
が5 minutes past。
主治医は俺のやっぱり師匠ですよ。あの人から技術面なんて何も教わっちゃいねえ。たった一個だけ教わったのはスピニングトーホールドだよ。今も一回も使ったことない。スピニングトーホールドなんて俺がかけたってのは聞きやせん。あの人からたった一つ教わったのはハートですよ。心ですよ。あの人に会った時初めて感じたのはリングに上がってこの人一生懸命やってるなって。なんでこの人がアメリカから来たこの人がなんでこんなに日本人に好かれるんだろうって、なんでプロレスファンにこの人が受けるんだろうって、テリーに言っといてよ。ありがとうって。新しい波がやってくる、いつの日か。飽きられないために古いものは一生懸命頑張るかもしれないけど、新しい波は常にやってくるもんですよ。その新しい波にもしかしたら飲まれるかもしれない。だけど人間はやっぱり永遠にもがき続けなきゃいけない、ね、もがいて苦しんで泣いて笑って何が悪いんじゃ。俺は悪いと思わない。Yeah.
문 나가게 돼! 문 나가게 돼!
Yeah.
傷がかなり深いから、ちょっと感染とかありますのでね、一応もう病院の方で処置しましょう。じゃあ救急車呼んでくれます？もし救急車呼んでください。すいません。いいよ。取れなくて。
大きな息してください。はい、はい、体は安定してますけども、やっぱちょっと外傷がきついしショックがちょっとありますね。皆さん大丈夫ですか？喋れますね。母ちゃんにもらった体だ。母ちゃんにもらった体。それを誰が切り刻もうと思います。ね。そうでしょう。僕はお袋が大好きです。お袋は俺に何回もやめろって言いました。だけど俺は言うこと聞かなかった。ちょうど去年の川崎球場だったかな。あるテレビの番組でおふくろが試合を見に来てくれてて、最後に入ってこなくてもいい司会室まで入ってきて俺に言うんですよ。同じようなことをみんなと聞く同じようなことを俺に聞くんだよ。なんでそこまでやんの。言葉じゃないんだよ。言葉じゃないんだよ。全部肉体が覚えてるんだよ。伊達や水郷で傷口作るか、逃れた時には痛い。嫌なもんは嫌、嫌いなもんは嫌いなんじゃ。だけど自分の中でこれだけは母親が言っても譲れなかった。ただお袋が言ってくれたよ。やっと分かった。私は母親としては見れないって。だから一ファンとして陰ながら応援するって。母親、今でも俺がリングを降りるまで、母親は今でも俺がリングを降りるまで大好きなお茶を飲まないそうです。ずっとおさゆで我慢してるそうです。
そう。あっしゃ。どうだろう。Thank you.
年間140試合ですよ。こいつらだって生きる動物ですよ。どんな田舎に行ったって、どんな田舎に行ったって、5人10人だってあったんですよ。5人10人の時代だってあったんですよ。こいつは俺を信じて黙って出てきたんですよ。世の中かっこいいもんばっかり、世の中かっこいいもんばっかりじゃなかったのか。だから絶対に死にません。どんなことがあろうと、どんなことがあろうと死にません。今までやっと、今やっと田舎でも何千人って入ってくれるんですよ。俺一人でやったわけじゃねえ。ただ燃えといられて、サンバはそこまでみんながいたからやれたんじゃ。そんなこと俺は絶対忘れん。何が邪道で何が正道なんじゃ。世の中において邪道も正道もあるんですか。俺たちは生きたかった、生き抜きたかった。だから有刺鉄線使った、爆弾使った、電流使った。あんたらにとやかく言われる筋はねえ。俺たちはまがいなりにも一点の曇りもないつもりじゃ、プロレスに関して。
ただこの世界で生き延びたかっただけじゃ。
パーボムからのエビ固めにより天竜源一郎選手の勝ち。わかりません。なんでこういうふうになったかわからない。だけど負けたくなかった。リング上の勝敗はとにかく、リング上の勝敗はとにかく、FMW を潰すことは絶対に FMW は俺の命だったんですよ。俺が邪道人か何が無理や、お前ですか、一人でもいかに